お風呂上がりはスピード勝負だって、前より乾燥気になっちゃうから。今だ、角層まで届くプレミアムの浸透保湿を。続け私の潤いつやライン、ニベアプレミアムボディミルクモイスチャー。私ふとキュッとしたいけど、前よりお肌かさついてました。お願い、角層まで届くプレミアムの浸透保湿を。おやつや続け私の潤いつやライン、ニベアプレミアムボディミルクモイスチャー。本当に正直に言うと本当に正直に言うと、なんか結構責任感があって思ったんです。やっぱりこの大きな商品 の CM だとか、すっごい嬉しいっていうのと同時に、あ、なんかこの商品の良さを伝えるのすごい自分にかかってるなっていう、なんかその責任感とで、なんかこう背筋が伸びたというか、なんか嬉しい希望の気持ちと、あ、頑張んなくちゃっていう、こう地に足をつける感じと、なんかすごい両方あってですね、うん、でも本当にこの誰もが知っているニベアのこのボディミルクの CM をこう任せていただいたっていうことが本当に嬉しかったですし、うん、なんか、あ、なんかここまで来たんだなっていうふうにすごく思いました。あの、感慨深かったですね、やっぱり、うん、この商品をやれるっていうのは本当に、うん、嬉しかったです。ミルクをですね、このボディミルクをあの綺麗にこうミルクがこう馴染むように、でも少し残るようにこうつけるっていう、あのこのミルク感と浸透感が、あの皆さんにこう分かっていただけるようにつけるっていうのは結構難しくてですね、そこは何度もトライしたところで、でもあのおかげさまで何度もトライしたので、その日はもうツルンツルンになりました。はい、そんなんでいいですか？あの、使わなくていいですけど。やっぱすっきりさせた状態でいたかったので、本当に運動とあと食べ物とあとお風呂にすごい浸かるっていうのは事前準備はたくさんして挑みました。はい、このボディミルクを塗った時の
ツヤラインですか、ツヤがすごいんですよ。本当に綺麗なツヤが出て、こう塗った時のお肌に染み込ませた時のこのツヤ感っていうのは本当に見ていただきたいですね。なんかそこはすごくこう感じていただきたいところだなと。私もあの CM 中本当にたくさん塗らせてもらったんですけど、すごく心地がいいんですよ。テクスチャーがとってもよくって、本当にこう上質なミルクを塗っている。でこう塗ると香りがふわーって、こうローズの香りがふわーっとして、塗ってる心地よさと香りでもすごく癒されて、なんか本当に何ですかね、あのこう撮影してるっていうよりは本当にどん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 リラックスしていくような感じになれたので、なんかそういうところがきっと CM の中にも出ていると思うので、皆さんにぜひ試していただきたいなと思うところです。はい、そう、鎖骨ですかね。あの結構鎖骨が出るタイプなんですけど、私はで今ここにたっぷりとボディミルクを塗ってるんですけど、すごくここにツヤラインがスーンと出て、これがなんかこうきっと女性らしさとか、なんかこう、なんていうんですか、上質な女性になった気分になれるというか、うん、なんかここのここにツヤがあると、こうなんかこう首筋もスッとしますし、多分皆さん お顔だけはなんかこう意識されると思うんですけど、ここも意外と見えてる重要なラインだと思うので、こう首筋だったりとか鎖骨ラインも一緒にメイクするのと同じように、こうボディミルクでこうやってケアしてツヤラインを出してあげると、あのなんかより一層こう輝いて見えるというか、うん、そこはすごく大事だなって。私はまず体の中に悪いものを溜めないっていうことをすごく大事にしていて、常に汗を出したりとか、あのデトックスをすごい大事にしてるんですね。でその中の一つマッサージは本当に毎日やってるんですけど、あのこうミルクをつけてとにかくこう揉み出す、こうあの指圧じゃなくってやっぱりこう滑らせて、あの結構強めのマッサージをするので、それは結構常にやってます。はい、それあのあとはこうミルク使いながらマッサージすると保湿もできるので、すごくこのいい香りの中であのマッサージできるので、そのこれから冬になっていくときに乾燥も防げるし、一石二鳥だなっていうふうに思ってます。はい、そうですね、やっぱり夜とかの時間がやっぱり外に出歩かないので、すごく自分をケアする時間というか自分の時間っていうのがとっても長くなりましたし、その自分と向き合う時間というか自分をケアする時間っていうものがすごく増えたように思います。ベランダがあるんですね。ベランダを縁側風にして、ベランダのその縁のところに座布団を置いて、ベランダのところに小さなテーブルを置いて、そこで原稿を書いたりとか台本読んだりとか、ちょっとお菓子とかお茶とかを飲みながら、あの外の緑の景色を見ながら、こう風を感じながら作業をするっていうのが私の今の最高のお家の時間の過ごし方
なんかおすすめのおうち時間の過ごし方みたいなのもしあれば。おすすめのおうち時間の過ごし方、そうだな、なんか今のこうやって時間があるという瞬間をこう有効活用して、今だからこそできる自分と向き合う時間だったりとか、なんかこのコロナってお家にいなくちゃいけないっていう時間を好意的に見て、こう例えば日記を書いてみたりとか、ボディケアしてみたりとか、その自分自身を見つめる時間とか、私って本当は何が好きなのかなとか、あ、こういうことやりたいのかなとか、そういうことを自分の好きとか心地いいとか思えることを見つける時間、する時間、にするっていうのがおすすめですかね。はい、ですね、最近散歩をするようになってですね、こう休日にこう家の最寄り駅電車降りて家までの道が結構緑が多いんですね。坂道結構駅から遠いんですけど、その時間がもう本当に豊かな時間で、私にとっては木々のざわめきとか、こう鳥の鳴く音とか、鳥の鳴く声とか、なんか人が誰かが住んでるんだろうなとか、なんかそういうなんか自然とかなんかぬくもりを感じることがすごく私にとっては心が潤う時間ですね。なんかそんなところに幸せを感じるんだって初めて気づいたんですよ、つい最近。なんか本当に空が青いだけで、ああ幸せだなとか、ああなんかそよ風が気持ちいいなとか、なんかこんなにこう身近にそれこそこの小さな幸せがあったんだっていうことに気づけたっていうことが私にとっての潤いでしたかね。なんか、はい、そう思います。忙しくなるとやっぱり本当に効率的に済ませないといけないじゃないですか。で、私電車のとかバスとかの乗り換え時間って本当に緻密に計算するんです。すごいそれやるの大好きなんですけどこの時間のバスに乗って、そこから乗り換えはここで、で乗り換える時に何号車に乗れば一番乗り換えが近いかとか、あと何線に乗ったらあそこに着くのが一番近いか、なんか楽な方じゃなくていかに速いかっていうのを私は選ぶなと思って、少し時間かかっても楽な方で行く人もいるじゃないですか。私はそれよりも数分でも早くその場所にたどり着けるルートで行くことが多くて、なんかすごいいつもスピード勝負してるなって、それをやってる自分に感じますそうだからこそなんかたまにこう休みがあって家から歩く道をなんかゆったりした気分で歩くとすごく
く幸せだなって感じるのかもしれないです。じゃあ結構どこか行かれるときは、うん、もう緻密にどういうルートで行くか調べて、そうですね、うん、調べて一番効率のいい一番無駄のない行き方でいろんな何線とか、 なんかこう急行とか急行じゃないとかそういうのも調べるのとか結構好きなんですよね。だと前の方に乗った方がいいか後ろに乗った方がいいかとかそういうのね多分昔から好きでちょっとなんか電車オタクなのかな。そういうところはちょっとあります。はい、はい、今回本当に素敵な CM を作っていただきました。特にこの肌のツヤラインをぜひ注目して見てみてください。